まあ、瓦礫がともかく表面にもいっぱい落ちてるので、それを拾います。で、拾い終わったら今度は重機によってこう踏み固められてしまった中に瓦礫が埋まってるので、それをスコップで全部掘り出していきます。映像でしかこちらの様子を見たことがなくて、ボランティア現場に来てみたんですけど、そのもう様子を見て本当にもう何か自分でもできることがないかなと思って、少しでも力になりたいなというところから、震災前の写真とかをよく見るんですけど、本当に綺麗なところで、なんかいつかそういう景色が取り戻せたらなって思ってて作業してます。でも大学にいる間は続けようかなと思ってます。頑張ってください。ありがとうございます。すごくいいのは、1枚でも2枚でもこうやって皆さんが瓦礫を取って、でそこに農家が作付けをして、で野菜ができるっていうのは、これを見ててすごく感動します。食べた時はさらに感動ですけども、あと2日ぐらい、はい、これが、はい、じゃあ明日も5、6人いた方がいいんですよね、きっと。ダメね、はい、まあ、復旧支援としてのこう瓦礫撤去作業と並行して、徐々にこう復興に向けての農作業の再開、農業の再開って進んでいくので、まあ、ある意味こう農業が本格営農再開できるまでは区切りはつかないと思います。まあ、瓦礫を取ればいいだけでもなく、農業が再開できればいいだけでもなく、もう農業そのものが抱えている構造的問題をどうにかしないと、結局この若林区の津波被災地の復興はないという。やっぱり農業を再開する時の農家の方のこう、まあ、再開意欲が全体としては多分低下するだろうと。やる人はやります、やる人は個別で動いてますけども、地域全体としては難しいっていう、その時にこう地域の農業をどうするかっていう問題が出てくるので、そこはまだ農家自身も答えは出てないと思います。下手をすれば離農者が増えてしまうっていう状況になれば、あれ土地が荒れてしまいますし、まあ、リルーツの活動は農業をどうやって再生していくかというところでの手助けになります。で、一人一人のこう積み重ねでもって畑はきれいになって、そこに作物が植えられていくようになります。その日一日であれば大したことないかもしれませんけども、その蓄積によって、農業の営みが再開されていきますので、まあ、少しでもその力になりたいと思う方がいらっしゃいましたら、ボランティア保険天才型にさえ加入していれば、いつ来ていただいても結構です。もうリルーツはお盆とお正月以外、悪天候でなければ毎日活動していますので、ぜひ来てほしいです。